日本語の文法を勉強しましょう。どんな味がするか食べてみました。どんな味がするか食べてみました。 いい匂いがする。晩ご飯はカレーだな。いい匂いがする。晩ご飯はカレーだな。この香水はバラの香りがしますね。この香水はバラの香りがしますね。 喉が乾いたでしょう。お茶を入れましょうか。喉が乾いたでしょう。お茶を入れましょうか。タクシーを呼びましょうか。タクシーを呼びましょうか。 エアコンを消しましょうか。エアコンを消しましょうか。ここにゴミを捨ててはいけません。 ここにゴミを捨ててはいけません。ここにゴミを捨ててはいけません。初めて会った人に年齢や収入を聞いてはいけない。初めて会った人に 年齢や収入を聞いてはいけない。初めて会った人に年齢や収入を聞いてはいけない。上手になるためには、 一生懸命に練習しなければならない。上手になるためには一生懸命に練習しなければならない。上手になるためには一生懸命に練習しなければならない。もう中学生だから 自分のことは自分でしなければなりませんよ。もう中学生だから自分のことは自分でしなければなりませんよ。もう中学生だから自分のことは自分でしなければなりませんよ。 すみません。その辞書を借りてもいいですか?。すみません。その辞書を借りてもいいですか?。すみません。その辞書を借りてもいいですか?。何をしても構わないけど。 他の人に迷惑になる行為だけはやめてください。何をしても構わないけど、他の人に迷惑になる行為だけはやめてください。何をしても構わないけど、他の人に迷惑になる行為だけはやめてください。 今、授業中だぞ、静かにしろ。今授業中だぞ、静かにしろ。明日は大切な日だから、必ず来いよ。明日は大切な日だから、必ず来いよ。

リカさんが昨日入院したことを聞きました。先生からリカさんが昨日入院したことを聞きました。私が来月帰国することはまだ誰にも言っていません。私が来月帰国することはまだ誰にも言っていません。 この部屋が禁煙だということを知らないので、タバコを吸っていました。この部屋が禁煙だということを知らないので、タバコを吸っていました。もうすぐクリスマスですね。 あなたは恋人に何をあげるつもりですかもうすぐクリスマスですね。あなたは恋人に何をあげるつもりですか昨日は私の誕生日でした。姉にスカーフをもらいました。昨日は私の誕生日でした。 姉にスカーフをもらいました。昨日は私の誕生日でした。姉は私にスカーフをくれました。昨日は私の誕生日でした。姉は私にスカーフをくれました。 私は先生に国のお土産を差し上げました。私は先生に国のお土産を差し上げました。昨日はお手紙をいただきましてありがとうございました。昨日はお手紙をいただきましてありがとうございました。 私が帰国するとき、先生は新しい辞書をくださいました。私が帰国するとき、先生は新しい辞書をくださいました。母は毎日花に水をやっている。 母は毎日花に水をやっている。父は毎日犬に餌をやっている。父は毎日犬に餌をやっている。

熱が高いためごせんが食べられません太ったため今までの洋服が着られなくなった太ったため今までの洋服が着られなくなった。 時間が足りなかったためすべて解くことができませんでした食べすぎてお腹が痛くなってしまいました食べ過ぎて お腹が痛くなってしまいました先月はお金を使いすぎてしまいました今月は貯金しようと思っています先月はお金を使いすぎてしまいました今月は貯金しようと思っていますこの問題は私には 難しすぎる。全然わからない。明日友達と一緒に旅行しますので、飲み物と食べ物をたくさん買っておきました。明日友達と一緒に旅行しますので、 飲み物と食べ物をたくさん買っておきました。来週は新しいレッスンに入りますから予習をしておいてください。来週は新ししいいいレッスンに入りますから予習をてておいてください友達が遊びに来るので、 部屋をきれいにしておきます。友達が遊びに来るので、部屋をきれいにしておきます。リカさんは日本語も話せるし、英語も上手です。 リカさんは日本語も話せるし、英語も上手です。あのレストランは、味もいいし、値段も安いから、よく行きます。あのレストランは、味もいいし、値段も安いから、よく行きます。 あの人は、歌もうまいし、ダンスもできます。あの人は、歌もうまいし、ダンスもできます。この問題は優しいから、小学生でもできるでしょう。 この問題は優しいから、小学生でもできるでしょう。この問題は難しくて、先輩たちでも解けないと思います。この問題は難しくて、先輩たちでも解けないと思います。 仕事が山のように溜まっていますので、日曜日でも働きます。仕事が山のように溜まっていますので、日曜日でも働きます。まだ2月なのに。 今日は暖かくて春のようだ。まだ2月なのに、今日は暖かくて春のようだ。あの二人はまるで兄弟のように仲がいいです。あの二人はまるで兄弟のように仲がいいです。 このパンは石のように硬い。このパンは石のように硬い。リカさんはとても日本語が上手だが、時々文法を間違えることがある。 リカさんはとても日本語が上手だが、時々文法を間違えることがある。普段は母がご飯を作りますが、父が作ることもあります。普段は母がご飯を作りますが、父が作ることもあります。 田中部長はとても優しいですが怒ることもありますコンサートには1万人もの人が集まったそうです。 コンサートには1万人もの人が集まったそうです。リナさんは昨日14時間も寝たそうです。リナさんは昨日14時間も寝たそうです。あの人は1日に4回も食事するそうだ。 あの人は一日に四回も食事するそうだ。部屋の電気がついている。リカさんは部屋にいるようだ。部屋の電気がついている。リカさんは部屋にいるようだ。 田中さんは歌が好きなようです。よく歌っています。田中さんは歌歌が好きなよようです。す。く歌っていますこの地図を見てください。駅はここからあまり遠くないようですよ。この地図を見てください。 駅はここからあまり遠くないようですよ。リカさんは最近とても綺麗になった。恋人ができたらしい。リカさんは最近とても綺麗になった。恋人ができたらしい。 父は仕事が忙しいらしくて毎晩帰りが遅い父は仕事が忙しいらしくて毎晩帰りが遅いあの店の店員さんはよく雑誌を読んでいる店が暇らしい あの店の店員さんはよく雑誌を読んでいる店が暇らしい新しい先生は顔が怖い厳しいかもしれない新しい先生は顔が怖い 厳しいかもしれない田中さんは電話に出ませんから仕事が忙しいかもしれません田中さんは電話に出ませんから仕事が忙しいかもしれません今日は午後から雨が降るかもしれない 今日は午後から雨が降るかもしれない。これから電車に乗るところなので着いたら連絡します。これから電車に乗るところなので着いたら連絡します。 これから出かけるところです。これから出かけるところです。今、タクシーに乗っているところですから、もう少し待っていてください。今、タクシーに乗っているところですから、もう少し待っていてください。 今、リカさんの家の前に着いたところです。今、リカさんの家の前に着いたところです。今、飛行機を降りたところなので、あと20分ぐらいで着きます。今、飛行機を降りたところなので、 あと20分ぐらいで着きます。会議が終わったところです。会議が終わったところです。お肉ばかり食べないで、 野菜も食べなさい。お肉ばかり食べないで野菜も食べなさい。今年の夏休みは苦手な感じに勉強ばかりしていました。今年の夏休みは苦手な感じに勉強ばかりしていました。 お母さんは怒っているばかりいる。お母さんは怒っているばかりいる。運動会が中止になったと聞いて、弟は残念がっていました。 運動会が中止になったと聞いて、弟は残念がっていました。小さな子供がおもちゃを欲しがって泣いています。小さな子供がおもちゃを欲しがって泣いています。人の嫌がることはしない方がいいです。 人の嫌がることはしない方がいいです。こんな暑い日は誰も外へ出たがらない。こんな暑い日は誰も外へ出たがらない。 最近の子供は家でゲームばかりしていて外で遊びたがらないみんな早く帰りたがっているのに社長の話が長くてなかなか帰れません みんな早く帰りたがっているのに、社長の話が長くて、なかなか帰れません。家に帰る途中で雨が降り出した。家に帰る途中で雨が降り出した。 犯人は警察に気づきどこかに向かって走り出した。犯人は警察に気づきどこかに向かって走り出した。授業中に、リカさんが急に隣のリーダーさんと大きい声で話し出したので怒った。授業中に、 リカさんが急に隣のリーダーさんと大きい声で話し出したので怒ったピアノを習い始めてからもう3年になるがなかなか上手にならないピアノを習い始めてからもう3年になるが なかなか上手にならない来週から日本語教室に通い始めます来週から日本語教室に通い始めます日本に住み始めたばかりなのでわからないことがたくさんあります 日本に住み始めたばかりなので、わからないことがたくさんあります。この本は、先月から読み始めたが、まだ読み終わらない。この本は、先月から読み始めたが、まだ読み終わらない。 食べ終わった人はお皿をここまで運んでください食べ終わった人はお皿をここまで運んでください作文が書き終わった人から帰ってもいいです作文が書き終わった人から帰ってもいいです。 途中で足が最後まで走りがけたくなったが最後まで走り続けた久しぶりに会った友達と朝まで話し続けた久しぶりに会った友達と朝まで話し続けた。 彼はまだ昔の恋人のことを思い続けているらしい。彼はまだ昔の恋人のことを思い続けているらしい。